プログラマー SE が最短でフリーランスに独立する安全な方法フリーランスになりたいけど、俺じゃ無理。何年くらい経験があればいい。フリーランスに必要な条件って何だろう ?IT エンジニアはフリーランスになって独立するのが簡単な職業だと言われています。私自身、3度転職して33歳の時にフリーランスエンジニアになりました。思ってたよりずっと簡単でした。先日、読者の方から相談メールが来ました。こんな内容です。新卒として入社し、数週間が経ったばかりなんですが、将来的にはフリーランスになりたいと思ってます。 ズバリいつフリーランスになれるでしょうか入社してすぐフリーランスを目指すなんてすごい人ですよね回答内容を紹介します最短何年でフリーランスになれる短い人で1年か2年だと思います3年経験すればほぼいけると思います1年仕事をすると大体仕事ってこんなもんかというのがわかりますセンスのいい人であれば一人前になっていますフリーランスエンジニアって特別優秀である必要はなく普通の仕事を普通にこなせれば十分です ですから、何年でフリーランスになれるか、イコール何年で普通の仕事を普通にこなせるようになるか。なので、早い人だと1年、遅くとも3年もあれば十分です。実は、正社員の採用よりもフリーランス採用の方がハードルが低い。自分がフリーランスになって分かったのは、正社員の採用面接よりも、フリーランスの案件面接の方が簡単だということです。よくよく考えてみれば当たり前のことです。正社員採用の面接の場合、会社はその人を長い間、雇用するつもりで先行します。 それに対して、フリーランスの案件面接の場合は、社員として雇用するわけではなく、一定期間そのプロジェクトで働く人として採用するだけです。大抵3ヶ月ごとの契約になります。3ヶ月仕事してもらって、この人ダメだな、と思ったら、契約を更新しなければいいだけです。それが正社員として雇ってしまったら、こいつダメじゃんとなっても簡単には首を切れません。ですから、フリーランスの方がむしろ先行基準が緩くなるので、正社員として何年か仕事した人なら簡単になれるわけです。 こんなことを言うと、フリーランスはすぐ首切られてやばそうじゃんと思われたかもしれませんが、普通に仕事をしていれば、基本的に契約延長されるので大丈夫です。むしろ、そろそろ別の仕事したいな、と思って、契約終了しようとしたら、もう少しお願いしますよ、と泣きつかれるくらいですから仕事がなくて困ることはほぼありません。最短で安全にフリーランスになる方法がある。会社員を辞める前にフリーランスの仕事に応募すれば安全です。まずフリーランスエンジニアのエージェントに登録して、今、会社員なんですけど、フリーランスで仕事入れたら、会社員辞めようと思っています。 と伝えますこれを例えば会社員経験1年でやってみて、エージェントから、まだ経験が足りないのでフリーランスは難しいと思います。と断られたり、あるいは、フリーランスの案件に応募しても落選ばかりする、ようであれば会社員を続ければいいでしょう。で、また1年後にフリーランス案件に応募すればいいわけです。そうやって、フリーランス案件で採用されたら、会社を辞めてフリーランスになるという順序なら、最短で安全にフリーランスエンジニアになることができます。これならノーリスクですよね。フリーランスのエージェントはギークスジョブがおすすめです。 人気企業の面白い案件が揃ってますし、サイトで案件検索もできるので良いと思います。それでも、やっぱりフリーランスは不安だな、という方は派遣社員になるという手もあります。まる、派遣社員というと低賃金、派遣切りなどのネガティブなイメージを持たれがちですが、IT エンジニアの派遣社員は給料も高いですし、仕事はフリーランスと同じように選べるので、実はとても良い選択なんです。まる、かつ、確定申告や健康保険、年金などの税務処理を所属会社がやってくれるので、正社員とフリーランスのいいとこ取りなんです。 マル、なので、フリーランスもいいけど、ちょっと不安だなあという方は、まず派遣社員になってみるのもいいと思います。まる、パーソルテクノロジースタッフに登録すれば、簡単に派遣社員になれるので、ぜひトライしてみてください。